シンガー美行、シンガー美行、株式会社、シンガー日行とは、かつて、日本において、シンガーブランドのミシンや、ショットガンなどを生産していた、日本の株式会社、2000年に解散した。本社及び工場を、栃木県宇都宮市水穂3丁目7番1号に、置いていた。資本金は640、0 0 0 0円、日本製鋼所と、 米国シンガー社がそれぞれ株式の半数を所有する合弁会社であった。シンガー美行はもともと1943年、昭和18年に日本製工所宇都宮製作所として、栃木県河内郡、平石村、現、宇都宮市に約30万坪の敷地面積で設置され、大東亜戦争中は中島飛行機向けの軍事部品を製造する。 軍事産業の工場として稼働していた。日光宇都宮製作所は、大戦末期、宇都宮大空襲で壊滅的な被害を受け、日本の敗戦とともに、軍事産業としての機能は解体。その広大な敷地は、宇都宮市立日東小学校、宇都宮大学工学部、宇都宮市立日東中学校にそれぞれ分配され、敷地面積は約7万坪となる。 日光宇都宮製作所は、廃線直後の1945年、昭和20年10月より平和産業の一環として、家庭用ミシンの製造に着手、1949年、昭和24年11月には、企業再建整備による日本製工所の経営再建策の一環として、宇都宮製作所が日本製工所から分離される形で、パインミシン製造株式会社が発足。 戦中、兵器や軍需品の製造に携わっていた基礎技術力の高さからパインミシン製造の家庭用ミシンはその品質の高さで連合国軍占領下の日本におけるメイドインアキアパイドジャパン名の輸出品として顕著な実績を残した。なお、パインという商品名自体はジャノメミシン工業の前身企業であるパイン裁縫機械製作所の商品名でもあり、両者には 直接的な関係性はないが、パインミシン製造、ジャノメミシンは、同業他社、日本ミシン製造、東京重機工業などと共同で、国産家庭用ミシンの統一規格であるハ、ハマイナス1型の策定に関わり、その後も各社が独自に開発するミシンの使用部品に、ある程度の互換性を持たせることで、業界全体の生産能力を高める、アセンブリー生産方式と呼ばれる、 工業力に劣る日本の国情に合致した独自の大量生産方式を確立し、米国新ー社をはじめとする、米国製ミシンのライン生産方式に対抗した、通称産業省工業技術院、現産業技術総合研究所が主導する形で行われた輸出向けミシンの輸出検査といった、日本政府の産業振興策、国産ミシン業界全体で、性能審査会を、 定期開催イルなどの自情努力などにより、パインミシン製造も参画した国産ミシンの品質は、米国製ミシンのそれを凌駕するようになり、1960年代末までには、名実ともに、世界一の地位を確立するにいた。米国シンガー社は、自社製品にとって脅威である、日本製ミシンの高度な製造品質に着目し、逆に、自社ブランドのミシンの製造を、日本企業に委託することで、 自社ブランドの価値を向上させるを選択。早くも1954年、昭和29年には、パインミシン製造の株式の半分を取得して、生産能力向上のための多額の設備投資を行った。ベイシンガーは当初、パインミシン製造に、シンガーブランドではなく、創業者のアイザックメリットシンガーにちなんだ、メリットブランドでの生産を行わせたが、 その製造品質の高さから1年ほどでシンガーブランドでの製造を許諾。1959年昭和34年にはパインミシン製造の生産能力は年産7万台に達し、そのうち15%ほどが輸出に回される形となった。宇都宮工場で生産されたシンガーブランドのミシンには形式番号に宇都宮の頭文字である U が冠されており、 シリアルナンバーには先頭に T がつくことで今日でも比較的容易に判別が行える。パインミシン製造の基礎的な技術力の高さを示す。エピソードとして、ベイシンガーの資本参入後の1956年、昭和31年、パインミシン製造取締役、あと社長の森川誠二がニュージャージー州エリザベスのシンガーの工場にて工場内見学と 組み立て工程研修を桁材の感想として、ベーシンガーの技術者が、秘伝、と称していた組み立て工程上の工夫を、自社の技術者は、過去10年の国産ミシン製造の過程の中で、すでに得とくずみであったという事実が、非常に力強く感じられた。という発言が残されている。パインミシン製造は1971年、昭和46年6月に、日本製功所と、 米国シンガー社が共同出資する形で再編され、シンガー旅行、株式会社と解消した。なお、米国シンガー社自体も、第二次世界大戦中は、ノルデン爆撃小純機や、USM-1 カービン、M1911 自動拳銃などを生産する、軍需企業であった。1965年、昭和40年、戦前より、銃器製造のノウハウを有していた。 パインミシン製造は、川口や林重宝火薬店、KFC の依頼により、ファブリックナショナルとアンダーライセンス契約を示し、同社のブローニングオート号、KFC パインオートとして国産化、魅力製作所が、KFC の販売網から離脱する1972年、昭和47年まで、KFC オートの名称で販売された。同年、シンガービッグは、パインオートに変わる。 半自動産弾銃としてベレッタとアンダーライセンス契約を締結し、同社のベレッタ A300 ガスオートを KFC M100 ガスオートとして国産化、KFC の販売網の下で KFC ガスオートとして OEM 供給を行った。KFC パイオートは米国では釣具用品のダイワ成功、現、グローブライドの米国代理店によってダイワオート M500 の名称で、 KFC M100 ガスオートは日本国内にシンガーコ工 M201、海外にシンガーニッコ A302 の名称で販売されたりもしておりメーカーの略称としては SNC が用いられている。シンガー製は国産産段銃では最も早期に交換式チョーク、重口の絞りを採用した重心を用いていたことで知られている。この交換チョークは 外装式と呼ばれるタイプのもので、全、絞り、フルチョーク、半絞り、ハーフチョーク、スキートの3種類が用意されたが、これは1953年、昭和28年にイタリアのブレダが発売した、半導利用式用トのブレダアルテアで採用された、クイックチョークシステムと非常に類似していた。1980年、昭和55年、 重刀法の強化に伴い三段重の国内出荷数が最盛期、1968年の7%程度まで縮小し、オリン・アキラ電車や SKB 工業などが倒産していく中、さらなる衰退が予測される国内重機市場に一定の見切りをつけ始めていた KFC は、北米市場への進出に活路を求めていく。KFC の要請を受けたシンガービッは、 KFCE シリーズ元売上下や独自設計の KFCM250 ガスオートを OEM 製造し、KFC を通じて国内向け出荷のほか、北米市場への輸出も行ったが、KFC は1986年、昭和61年には北米市場化の撤退を余儀なくされ、昭和末期にシンガービコは、KFC ともども国内の三段重事業からも撤退した。 重機事業からの全面撤退後のシンガー備行は、米国シンガー社向けの家庭、工業用ミシンの OEM 製造に注力していたが、1990年代以末の世界的な需要低迷や中国製ミシンの台頭により、1998年、平成10年時点で最盛期の半分にまで業績が落ち込んでいった。ベシンガー自体も1960年代以来の 高角化経営の失敗が続き、1990年代にはを、率いる香港系カナダ人ビジネスマにより買収されるなど、経営環境が次第に悪化している状態であった。そんな折、1997年、平成9年に米国シンガー社の主要、取引先であるドイツのが倒産し、米シンガーも1999年、平成11年に連鎖倒産する形で、 連邦倒産法第11章、チャプター11を申請した。ドク・プファフ、ベーシンガーともに、ジェームス・ティンの参加にあり、両者の倒産の縁因はティンによる、不明瞭な会計と、無謀な投資の失敗により、多額の不良債権を負わされたことであるとされており、ホーブス氏は一連の破綻劇を、ティン帝国の破滅と評他。1999年、ベーシンガー社が工業用、 シン事業からの撤退を決めたことで、同年11月にシンガー美工は、事業継続が困難であると判断して、宇都宮工場の閉鎖を発表。2000年1月に宇都宮工場を閉鎖して、従業員330名を解雇するなどの規模縮小を行い、事業継承を前提とした国内販売会社の設立を模索した。しかし、ベシンガーは、 日本国内での生産継続を断念し、シンガーミシンの OEM 生産元であったハッピー工業他へ商標権を提供するライセンス契約を結ぶことになり、大口取引先のシアーズもジャノメミシン工業からの供給に切り替えることとなったため、これらを受け8月末をもってシンガー尾行は解散手続きに入り、12月末に生産を完了した。 ライセンス契約後、ハッピー工業は、自社の販売士会社であった東京ハッピーの社名を、シンガーハッピージャパンに変更。シンガーミシンの国内発売元となっている。なお、解散後シンガー美工があった場所は、住宅地及びショッピングセンター、ベルモールとなり、一部は元従業員用の住宅となった。製造設備はサムは精密機械などに売却され、 工業用ミシンの生産に使われている。宇都宮大工学部前の約500本の桜並木は1952年、昭和27年にパインミシン製造従業員により植樹されたので60年以上を経て日東地区の観光スポットの一つともなっている。客中、楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。